ヘイゼル、何してるの？楽しく遊んでるよ。ああ、恐ろしい。最高に楽しいよ。もう、iPad もうやめさせた方がいいわね。いい考えがあるの。画用紙が必要よ。タブレットのように枠を切り取る。次は密封できる袋ね。白い糊を用意して袋に注ぎます。それで十分ね。次に黒インクを数滴垂らすわね。たくさんはいらないの。それから袋を密封する。これが楽しいところよ。接着剤を潰します。すべてを混ぜ合わせたいからね。次に白い紙を用意して、マーカーペンで色をつけるよ。色を混ぜましょうか。綺麗で明るくしたいでしょ。実際作ってて楽しいよ。ヘーゼルもきっと気に入るわ。袋を紙の上に置く。その上にフレームを貼り付ける。それから綿棒で袋に絵を描くの。ほら、色が出てくるでしょ。試してみて、ヘーゼル。うわー、すごい。うん、ほっとした。この iPad 隠さなきゃね。うわー、これはすごい。オリビア、ここにいるの？あー、マニキュアが。何をしたの？うわー、すっごく綺麗。あら、ママ。よし、息をして。はぁ、ダメだ、最悪よ。僕がついてるからね、ハニー。何が起きたんだ？うわ、私はモデルよ、パパ。そういうことか。直さなければ。ちょっと待って、いい考えがある。すぐに戻るよ。このカップは使えるな。その前に何か書かないとね。カップに大まかなアーチを書いてみる。それからナイフで切り取る。線に沿って切るよ。この部分は必要ない。ベースも外したら、ひとまず横に置いておこう。画用紙に楕円を書くんだ。これは付け爪になる。それぞれに違うデザインを書くぞ。とても可愛くなりそうだ。では透明テープで覆っておこう。折り目はつけないように。次にそれを切り取る。ここまでは順調だ。ピンセットでつまむよ。そしてカップに貼り付ける。穴の周りに並べるよ。次はピンクのペンを使って穴の周りに色を塗るよ。完璧にしたいからね。そしてハートも加える。可愛くなくちゃだろう。これで十分だと思う。バービーの看板をつけるよ。いい感じじゃないか。ベースを元に戻すよ。まだまだ手を加えるぞ。薄いフォームシートに接着剤を塗る。それから木の棒に巻きつける。しっかりと巻きたい。こんな感じだ。付け爪を用意してフォームシートに貼り付けるよ。最後まで巻いていくぞ。試してみよう。そうそう、こんな感じで。これをカップに入れて、ほら、簡単にできただろう。バービーのネイルサロンがオープン。ふう、ひどい悪夢を見たわ。うん、上手だよ。え、どうしたの？どう見える？似合ってるよ、パパ。おお、目が覚めたか。ほら、スタイリッシュだろう。あら、いいじゃない。ママも試してみる？ダメだよ、左手もやらなきゃ。それじゃあ楽しんで。じゃあね。パン作りはとてもリラックスできる。時間はかからないはず。ヘイゼル、お腹すいた？まあまあ、待ちきれないよ。遊ぶのも疲れるんだ。そうみたいね。このブロックはもういいや。他に何ができるかな。ああ、そうだね。ママを手伝うよ。卵を割ろう。えい。楽しかった。ママ見た？もちろん私は。待って、何をしてるの？卵を使うのに。もちろんこうなるわよね。気をそらさなきゃ。でもどうやって？ちょっと待って、いい考えがある。うん、やってみましょう。空の卵パックが必要よ。始めましょう。まずは色を塗るわよ。鮮やかな色を使いたい。楽しい見た目にしないと。卵パックの上に色を塗るわ。へこんだところにもね。どんな場所も逃したくない。部分的に塗っていくわよ。違う色を使いたいからね。では切り分けます。2つ目の卵パックの上に置くのよ。パズルみたいでしょ。すべてのセクションを合わせるの。こんな感じで。わーい、やった。楽しかったわ。早速ヘイゼルに見せよう。これを見て。何それ。すごい。見ててよ。ママびっくりだよ。やってごらん。そう言ってくれると思った。プレッシャー感じちゃう。でもできるはず。これでパン作りに戻れるわね。
待って、卵がない。もうイライラしちゃうわ。どうすればいいのかしら。リラックスしたかったのに。ネイルしたばっかなんだ。いいでしょう。私のネイルはどう。あんた残念すぎる。わあ、ポップコーン。ダメ、ネイルをどうにかしないと。わあ、どうやってやったの。素敵。はあ、リラックスタイム。早く炭酸飲みたい。ネイルを守るために慎重に。なんでこんなにむずいの。私のネイルが剥がれちゃった。なんで開かないの。ネイルは後回し。またこれ以上の犠牲は無理。歯で開けよう。ダメだこりゃ。ああそうだ、毛抜きが使えるかも。よし、まずい、剥がれてませんように。また折れちゃった。こんなとこに後でくっつけよう。鉛筆を使ってみるか。これならいけるっしょ。もうマジ？どういうこと？かわいいネイルボタンさんも好きなのに。ねえねえ、ちょっと事故に遭いまして。あらやば。実は他のも。ああめまいか。最悪ちゃん、事故だったんだって。どういうこと？炭酸の缶を開けたくて。貸して、教えてあげる。ヘアゴムを用意して、タブの下にかけて引っ張ると缶を開けられるんだよ。わあ、炭酸飲めたからいいか。ごめん。はい、ありがとう。あー、さっぱり。もしもし、アイスコーヒー2つお願いします。はい、どうも、コーヒー頼んだよ。お金ちょうだい。なんで全部私が払うわけ。もう次は払ってよね。これで十分でしょ。そのまま、あと少し。ちょっと、よし、慎重に。しまった、どこ行った。どいてくんない。あー、あった。やー、動かないの。逃げ回らないでよ。わざとやってるでしょ。もう掴めない。冗談でしょ。今度こそ。変なの、戻ってこい。よし、捕まえた。わあ、かなり飛んだわね。つまめば。やめ、疲れるな。どうも、コーヒーをお持ちしました。今行きます。そんなに難しいこと。早く助けてくれればよかったのに。コーヒー受け取ってもらえません。どうも。代金は。これポッチ。どうも。ああ、どういたしまして。素敵なネイルですね。ああ、気持ちいい。まあ、最高かよ。ちょっと。ああ、そうか、毎度。変な人。早く、遅れちゃうよ。分かってるって。あ、ネックレス、お気に入りなんだ。私にぴったり。あ、待って、自分でできる。場所、助けが必要だったら言って。ネックレスぐらいつけられるもん。ちょっと待ってて。まあ、留め口さ、チェーンをピンと貼れば。あー、絡まってきた。手伝おうか。大丈夫、私のプライドが許さないの。できるもん。どうしてこんなことに。見ててしんどいんだけど。少しでは手加減してよ。もう、よし、よし、ダメだ。よし、ヨガのレッスンを思い出そう。深呼吸、善の気持ちで幸せな時を思い出して。ああ、マシになった。もう一回試してみよう。いざ。
頑張れ。わあ、できた。本当にできた。やったじゃん。あとはつけるだけ。楽勝でしょ。ちょっと待っててね。ん？あー！ああ。顔面直撃。私にやらせて。わかったよ、お願い。めっちゃ似合ってるでしょ。これで準備よし。仕事が忙しすぎる。先にメールを打っちゃおう。集中したいけど。長いネイルでどうやって打てばいいの？大変、メモしないと。喉を開いて。よしと。動かないでよ。何してんの？メモしようと思って。できたらの話だけど。やーば、ペン落としちゃった。パソコンに打ち込めばいいか。ミスってんじゃん。あれ、どういうこと？書類はすぐ送りますね。やめてよ、どうしてこんなことに。好きな人に写真送っちゃった。取り消し。テクノロジー無理。どうしよう、はずすぎる。人生積んだ。とりあえず忘れよう。電話でもかけるか。これで気が紛れるっしょ。しまった、落としそう。や、最悪。どうやってこなしてるわけ？すごくない？ねえ、ランチ行こうよ。私は今暇だよ。もしもし、ネイル予約したいんですけど、書類にサインしたら終わりっと。簡単そうにやってのけちゃって。今すぐ送りますね。私だってできるんじゃない？ネイルさん、がっかりさせないでよ。いざ。私だってマルチタスクできるもん。あれ、様子がおかしい気が。ほらね。あ、思い違いだったみたい。もう少し落ち着くべきだったかも。どうしてこんなことに。見ないとわからないだろうけど、やばいよ。さてと、仕事するか。この保湿クリームいいじゃん。肌がもっちり。いい感じだね。クリームなら私も持ってるよ。保湿といえばこれ。セレブも愛用してるんだから。ネイルですくえばいいのかな。正直ちょっとキモ。肌に塗り込むもんだよ。知ってるって。見てて。ネイルの表を使ってごらん。簡単でしょ。このパレットの色気に入っちゃった。ゆっくりと慎重にと。偉そうにしちゃって。思ったより簡単じゃん。いじ、引っかいちゃった。まだ諦めないもん。いて。何してんの？もう無理。ブラシに切り替えよう。ふん、よしと。いい感じ。危険もなし。予想はしてたけどね。時間はかかったけど、メイク完了。ほぼ完成。まずい、これは難易度高いぞ。大丈夫、できるよ自分。なんでネイルしようなんて思ったんだろう。よし、トラブルはごめんだからね。いい、できるもん。まずは、ダメだ。これはどうかな。つけまは外せないよね。よし、楽勝。反対側もっと。私いい感じ。私のことは放っておいて。楽しかった。シャワー浴びなきゃ。シャンプーもね。気持ちいい。マッサージしてるみたい。頭皮もしっかりね。あれ、何かがおかしい。髪の毛が全部抜けちゃった。
あ、届かない。イライラする。あ、そうだね、背中かいてくれない？え、いいけど。そこそこ最高。続けて。天国にいるみたい。あ、気持ちよさそう。いいな。ねえ、私にもやって。お願い。変わってるわね。気持ちいい。新しい友達作らなきゃ。こんな人生もう少し知った。いいこと思いついちゃった。お菓子と交換よ。ありがとう。後ろ向いてね。これは価値ある。次。私って天才。これでテストの準備も OK。 爪の先まで答えを書いたの。知らん顔知らん顔。なんだかワクワクするな。満点取るぞ。やばい、助けて。あ、あれは。ねえ、何？ちょっと手貸してくんない？いいよ。はい、ありがとう。早くして。ねえ、こっちも。嘘でしょ。ちょっと痛いんだけど。待って、あと親指だけ。よし、できた。テスト終了。私終わってないのに。時間が足りないよ。早くすれば。はい、集めますよ。そんなの不公平よ。このゲーム面白いな。あ、あれ。静かに静かに。あ、彼だ。誰かいる？見えてないよね。早く化粧しなきゃ。落ち着いて。何を着よう。とりあえずファンデーション。これだけでいいや。全然つかない。もうイライラする。これでよし。次はマスカラ。ゆっくり。時間ないのに。はあ、時間かかるな。分かったって。ちょっと待って。よし、リップは？いい色なんだからちゃんとついて。ダメだ。そうだ、爪を使おう。よし、これで塗れる。準備 OK。 お待たせ。化粧に時間がかかっちゃった。ピエロみたい。まあ、いっか。マナ、ありがとう。誰にも見られませんように。お寿司大好き。お箸ある？おいしそう。最高。全部食べないでよ。早いな。もうちょっとゆっくり食べてよ。お箸って難しいのかな。こうやって。まだ食べてる。全部なくなっちゃうよ。おいしくない？お箸頑張ってよ。もういい。やっと。ゆっくり、あと少し。最悪。あ、そうだ、もう逃がさないよ。刺せば OK。 ほら見て、おいしそう。もうないの？って、汚い。お腹空いてるから気にしない。これはコーラ？
誰もいない。もらい、面白くなるぞ。もうちょっと、あと少し。いい筋トレになる。よし、これでオッケー。ゆっくり置いて、あとは知らん顔。こら、喉乾いたか。全然開かない。持ちにくい。準備しなきゃ。どうなるのかな。もう、なんで開かないの。わあ、まだやってる。ついにハイスコア。飽きてきちゃった。お願いだから。爪が折れた。最悪。ああ、起きてるよ。貸して。そんなに難しくないでしょ。そうだった。びしょ濡れ。面白い。恥ずかしいな。かわいい。でも全然履けない。もうどうすればいいの。ああ、そうだ。爪頼んだよ。よし、ナイス。って破れた。もう一回。今度こそ。また。三度目の正直。もう。これを使ってみよう。なんだかダサいけど、ちゃんと履けてる。うそ。あ、何か飛んできた。最後のタイツ。ゆっくり丁寧に。集中して。私ならできる。今のところいい感じ。やった、履けた。しかもかわいい。大成功。もう朝。髪の毛邪魔。何も見えない。コンタクト入れなきゃ。よし、あとは入れるだけ。まずこっち。つかめた。気をつけて、怪我しないように。くすぐったい。入った。落ちちゃったか。見つからない。それに目が痛い。最悪。爪のバカ。どこだ、どこだ。あった。汚れていないよね。ダメ、こんなの入れられない。メガネはあそこかな。ゆっくり行けば大丈夫。なんでこれ動物。気持ち悪すぎだよ。なんて長さだ。もう出られないかと思った。じゃあね。7×81 は、難しい。あら、私のノート見る？おお、なんてこった。この子パンツが見えちゃってるよ。笑わせてもらってよ。もう恥ずかしかったわ。でもこの爪でどうやってファスナーを上げるのよ。引っかかればいいんだけど。もう、ダメだわ。なんとかうまく引っかかって。もうちょっとよ。
もう諦めたわ。この長い爪最悪だわ。引っかかればいいのよ。あ、できるかも。そうそう、もうちょっとよ。やった、上がった。え、テスト終わっちゃったの？うまくいかない日だわ。なんでこんな爪にしちゃったんだろう。あ、ドキドキするわ。カーテンの向こうに彼がいるのよ。そう、よかったね。信じられないわ。みんな元気？俺様だぜ。あー、かっこいい。気を失っちゃうかも。インスタに載せるわ。大好き。絶対バズるわ。次よ、緊張しちゃう。大ファンなんです。写真撮って、ロックンロール。ああ、美男美女だよ。あれ、脇が、うん、いいじゃん、その調子。手を上げて、そうそう。ちょっと何この毛、毛だらけの獣みたい。これじゃ載せられない。あなた写真が下手すぎよ。お菓子食べながら音楽聴くのって最高だよね。あれ、もうなくなったの？おお、こぼしてた。まあいいや。うう、床が汚くなっちゃった。掃除機の出番だ。さあ、あっちへ行こう。はあ、今日の学校最悪だった。やっとゆっくりできるわ。はあ、もしもし、全部教えてよね。で、彼はなんて言ったの？ありえない。で、その後なんて言ったの？痛い、誰か助けて。いいレストランだね。ハンバーガーも美味しいんだよ、そう聞いたんだ。うわ、もうデザートもだよ。そうだわ、こうしよう。やった、一口サイズよ。このデートうまくいってるわ。空腹だと集中できないし。あれ、なんかおかしいわ。トイレに行ってくる。すぐ戻るわ。まあ、こういうことあるよね。お願い、開いて。あ、よかった。すっきりした。おいしかった。これでよし。あれ、でもこれ大変だわ。あ、どうしよう。彼女遅いな。退屈、もう長すぎるよ。やっとだわ。でもボタンが押せない。もう爪が折れたら嫌だし。あ、そうだわ、関節で押せばいいのか。ほらね。もう居座りすぎ。一晩中働かせる気？あれ、みんなは？こんなに時間が経ってたなんて。やっちゃった。え、何これ、ここはどこ？私誘拐されたの？バスで寝ちゃってたばかりに。どうすればいいの？尖った爪があるわ。たまには役に立ちそう。やった、逃げられる。誰？入ってくるわ。誰か助けて、助けて、助けて。夢だったの？ああ、よかった。おやすみ。
私の爪。勉強したくないな。よう元気か。週末スケボーするよな。私どう。うわ見ろよ、私に釘付けになってる。何の話をしてるの。うわおい、気を失っちゃった、やばっ。あれ、いなくなっちゃった。なんてことするんだ。わざとじゃないのよ。怖がらせる気はなかったの、神のせいで。ついに今日がやってきたわ。もう届いていい時間よ。ああワクワクする。ああもう待ってるのってイライラするわ。どなたかいますか。聞いた、やった、お届け物です。一つお願いが、河川のところにサインを。おお、ペンいりますよね。書くのって大変なのよね。しっかり持って。すみません、ちょっと待って。時間がないんですけど。もう冗談かよ。すみません、持ちにくくて。よしそうよ、おめでとう、ありがとうございます。割に合わない仕事だよ。なんだこの字は。こんなのオフィスに持って帰れないよ。死ぬほど笑われちゃう。ああもうやめてやる。イエーイ、爪役に立ってちょうだい。カッターなんていらないわ、すぐ開いちゃう。あー素晴らしいわ。バイバイ長い爪。このテスト本当難しい。そういうこと。コンタンは分かってますよ。あー気づかれてる。全然記憶にないです。ありきたりな言い訳。うわ怒ってるよ。規則は分かってるわよね。早くしないと、新しいマニキュアが役に立った。これなら気づかれないはず。こんにちは。知らないふりは聞かないわよ、お嬢ちゃん。何を見てるんですか。ただの筆箱です。そうかしら。ペンはたくさんないとと思って。監視してますよ。こちらは何してるのかしら。あ、ずっとそこにいました。ところで素晴らしいテストですね。難しいです。あら、それはありがとう。よかった、予想外だったけど。なぜみんなナオミみたいになれないのかしら。彼女はとてもいい生徒ね。見つかると思ってた。どうでもいいよ。はあ、やっと家着いた。疲れた。ちょっと待って、宿題だって。嘘でしょ。もうさっさと終わらせちゃおう。時間かからないといいんだけど。他にもやることあるからね。はあ最悪、つまんない、目を開けてられないよ。痛い、頭打った。あれ何が起きたの。こんな宿題全部あんたのせいよ。宿題なんかやめて楽しんでやるわ。ゲームの時間ね。やった、この方が楽しい。いけいけいけ、集中して。ここは難関だよ。おっと危なかった。やってやる、勝つぞ。待った、今の何。空耳でしょ。いい感じだ、もうどんどん行くよ。あー危ない。ふやった、白熱してるね。やあベティ何してるんだ。いた、私の繊細な頭を。なんてことするんだ。ごめん、でもキーボードが壊れちゃったんだもん。壊れた？ちょっと待て、宿題があるのか。うん、でももう打てないし。直し方なら知ってる、任せろ。まず模型型粘土を準備して。茶色の粘土から始めよう。ガラス板で押しつぶすんだ。違う色でも同じようにする。
完璧だ。必要なものが揃った。いよいよ組み立てだ。これを一番下に置いて、それから残りを積み重ねる。そうしたらキーボードの代わりに置く。あの、お父さん？ふんふん。なんだ？宿題続けて。さあ。おお、これはまたキャッチーな曲だな。お願いだから歌わないで。集中できない。もう。まさか嘘でしょ？ケビンって本当素敵。何をしてるの？彼最高じゃない。一日中見てても飽きないよ。わあ、これ見て。やばい、授業が始まる。おはよう、テストの時間よ。あ、先生。どうしたの、ベッティ？ナオミが携帯で男の子を見てます。ナオミ、携帯を置きなさい。はい、授業に集中。え？でもケビンですよ。そんなのひどいわ。このオタクが。いい子でしょ。大丈夫です先生、私が監視してるんで。いつも頼りにしてるわ、ベッティ。さて、どこまで話しましたっけ？信じらんないオタク娘。一瞬だけ見たい。無理なこと考えない方がいいよ。でも今頃彼鍛えてるところだろうし、見たくてしょうがない。ケビンを見なくちゃなのに。我慢できないよ。やめておきなさい。ちょっと覗くだけ。待って、いいこと思いついた。これならいける。さっと自撮りするよ。携帯を置いたら自撮りした写真を印刷する。それを切り取って携帯に貼り付けるよ。いい感じ。見てごらん、ベティ。それもダメだよ先生。緊急事態です。今度は何？何が問題なのかしら。見てください。わからないですか？携帯ですよ、ほらすぐそこ。見てください。時間の無駄は許しませんよ、ベッティ。でも、はあ、今回はあなたの勝ちよ、ナオミ。でもまだ終わってないからね。静かに、ケビンが踊ってるから。見てもいい？ダメ。そして X=5 と。うわ、もうお昼？食べよう。そうしよう。うん、この時間を楽しみにしてたんだ。このチョコレートエッグ大好きなんだよね。美味しいし、食べた後も驚きがあるからね。わあ、おやつ忘れちゃった。でも大丈夫、こうすればいいの。よっと。あ、うん、美味しい。これで充電完了。あれ、私のチョコはここに置いたのに。どうしたの？嘘でしょ、まさか。卵泥棒、こういう子だった。いつも盗んで食べちゃう。ちょっと待って、いい考えがある。すぐに戻るから。どうぞ、チョコレート忘れないでね。まず卵を準備して、ストローと接着剤もね。殻に接着剤を塗って、こんな感じに。それからストローをつける。さて、固まるのを待とう。まだやることがあるよ。溶かしたチョコレートに卵を浸すの。うん、美味しそう。それからホイルで包む。本物みたいだね。端を折り返して、ナオミに疑われないようにね。準備できた。あげたいものがあるの。これとっても好きみたいだから。ありがとう。これいくらでも食べられちゃう。どうぞ。あ、気持ち悪い。やった。これでわかったでしょ。生卵だ。やばい。なんてことするの？次からは自分でお菓子持ってくることね。ひどい。なんとでも言って。芸術とは人間の魂の叫びなのです。何を言ってるんだろう。すみません、遅れました。相変わらず遅いわね、ナオミ。とにかく今日は面白いことをしましょう。母なら自然について考えるわよ。小さな可愛い動物、リスを描いてください。愛らしいふわふわの尻尾も忘れないで。よし、それならできそう。そんなに難しくないはず。その息よ、ベッティ。おっと、電話だわ。もしもし。あ、ヤッホー。作業進めてね。順調だわ。可愛い絵を描くのが大好きなの。はあ、まあやってて。私はもっと大事なことがあるから。お化粧とかね。だからいつも落第するんだよ。私はアーティストだよ。私自身が傑作だもん。なんて謙虚さ。私はリスを仕上げるからね。この口紅いい感じ。あ、先生が戻ってきた。彼が私をデートに誘いたいって。嘘。みんな、あと5分よ。あの、トイレに行きたいんですが。漏れそうで。あ、行ってきなさい、ベッティ。やっぱりそうだ、3分は飲むんじゃなかった。私も急がないと。リスを描くには、あ、思ったより難しいな。こうしたらきっと。
ああひどい、どうしよう。ちょっと待って、ベティの絵があるじゃない。すごい、なかなかの出来だ。絵の才能があるんだね。まずは絵の上にラップを敷くよ。しっかり貼ってシワのないようにね。これでリスの上をなぞれる。ラップに直接書いていくよ。ただ線に沿っていけばいいの。とっても簡単。なんで今まで思いつかなかったんだろう。次は足だ。そして目、もうすぐ完成。できた、すごい。ラップを取って、それを裏返して紙の上に置いたら、インクを紙に移すよ。綿棒で押していけばできちゃう。これでラップを外したら、リスが紙に転写した。あの先生、どうですか。ちょっと見せて。じゃじゃーん、気に入ってもらえました。ふう、危なかった。何が起きてるの。嘘、ありえない。素晴らしいわ、ナオミ。褒めすぎですよ。でも私が描いた絵にそっくりなんですけど、理解できません。どういうこと。ベティ、ナオミの真似をした。違います、逆ですよ。なんとも不思議なことが起こるものね。本当に怒ってるんだから。エアポッドって素晴らしいですよね。でもケースはなんだかつまらない。そんな時には 3D ペン、これでおしゃれになっちゃいます。まずは縦に線を引きましょう。間が開かないようにしっかり乗せます。ボタンの周りや下の部分も、ライトニング部分は避けてくださいね。できたら違う色で蓋に円を描いて三角を作りましょう。次はお花、最後にまつげを描いたらユニコーンの完成。これ見て、かわいいでしょ。私のなんて超地味。ウォーンランラララン。大変だ。信じられない、大発見しちゃったかも。優しく、これは古代ローマの陶器かな。やった、安全な場所に置かなきゃ。この棚でいいや、美しい。片付けの時間、埃だらけなんだから。うん、コップ、なんでここにあるの。古くて汚いわね。そうだ、コップをひっくり返してアルミホイルを丸めるの。糊を少しだけつけたらコップの底につける。あと3つ作ってね。できたらこんな形のアルミホイルをコップの横にくっつけて、反対側には長いアルミホイルをつけるのよ。あとは色のある糊でアルミホイルを覆うだけ。最後までちゃんと覆うのがポイント。コップにもつけてね。コップの端っこにつければ広がってくるのよ。乾いたらコップの完成。顔を描くのも忘れないでね。可愛くなったわ。僕の工芸品見なかった？小さいコップ、古いやつ、私が直したやつね。ほら、嘘だろ、頑張ったのに。ダメ。発明したぞ。ハロ、この部屋素敵ね。君のために特別なものがあるんだ。ペン？普通のペンじゃないよ、レーザーのペン。持ってるわ。じゃあこれは、口紅に見えるけど、それ、どう、すごいだろ。そんなの持ってるし。ちょっと待って、そうだ、早くしてくれる。何でも見えるレンズ。嘘でしょ、本気。こんなの使えない。どうしよう。あ、いいこと考えた。壊れたメガネをここに置いて、 3D ペンをメガネの縁に乗せる。フレームを覆ったら、上のフレームも同じようにして耳かけをくっつけよう。もちろん 3D ペンでね。最後まで乗せたら、まるで新品。直したよ、おしゃれでしょ。つけてみていい？どう思う？これ返すわ。なるほどね。だから君のこと愛してるんだ、ランランラン。
長いな。お腹すいた。うん、何か食べない？もちろん。やった。はい、どうぞ。ロマンチックね。何か忘れてない？スープなんていらないだろ。そう？うん、おいしい。気持ち悪いわ。彼可愛いんだけどな。食べないの？いや、でも喜んでほしいのに。カバンの中を見てみよう。卵？なんでだ？ 3D ペン？そうだ、いいこと考えた。必要なものは卵と 3D ペンのみ。まずは片側でくるくる円を描く。こんな感じだな。次は横の線だ。塗りつぶすように乗せるのがポイント。できたら卵から外して取っ手をつける。スプーンの完成。最後はデザイン。猫の足跡に耳。スプーンの中には顔を描いて。エシー、はい、これ私に。かわいい。うん、おいしい。うわ、噛まないで食べるのかよ。最高の一日。レストランには行けないな。でも可愛いからいいや。おやつの時間。わお、超タイプ。おまわりさんといえばドーナツよね。よし、幸せ。おいしそう。今はダメよ。うるさいな。もしもし、抱きしめてあげたい。ドーナツがもう食べられないじゃないの。何かできることはないかな。うん、どうすればいい？あ、そうだ。よし、 3D ペンで円を描くんだ。少しずつ大きくするのがコツ。いいサイズになったら今度は高さ。積み重ねるようにね。少しずつ円を小さくしたら完成。ミニドーナツだよ。色を変えてデザインしよう。お腹がすく。いい感じ。スプリンクルとチェーンもね。プレゼントの完成。気に入ってくれるかな。今行くよ。ねえねえ、何？こっちに来てくれる？罠じゃないわよね。渡したいものがあるんだ。わあ、素敵。気に入ったわ。ありがとう。よし。ハロー。ハロー。ごめんね。ちょっと。え、どうしよう。そうだ、 3D ペンの出番。簡単よ。割れてる部分に線を描いて。これが基板になるの。次は横、メッシュのようにね。これで強くなるはず。あとは埋めるだけ。隙間がないようにね。よし、完成完成。これでトイレが使える。何してるのよ。すっきりした。急いでたのね。よっ、ブライアン、これあげるよ。嘘、私に？どうやって開けるの？待って、ダメ。私のヒーロー。危なかった。そうだ、いいこと考えた。スマホを守るために必要なものはこれ。端っこから糊を重ねてね。カメラの部分は避けるように。横の方にもしっかり垂らして。そうすれば安全だからね。残りの部分にもしっかり乗せる。層を厚くするのがポイント。できたら糊を乾かして
余分な糊を切ったらスマホケースの出来上がり。どう？素敵。ありがとう。ブライアン。あら。イメチェンしたい人はいますか？ネイルサロンの予約を入れる前に、まずは長い爪での生活を見ていきましょう。よし、行け！もう少しで勝利！よ、ケビン、ピザ買ってきたよ。あ、お釣りが。あ、ごめんごめん。もう、拾わなきゃいけないじゃん。この爪じゃ全然掴めない。はいはい、手伝いますよ。爪が短いって便利だな。早く食べよう。ああ、僕ってお金持ち。それ私の返して。いやだね、また落とすでしょ。僕が持ってる方が安全だって。もうケビンを絶対後悔させてやる。ぐっすり眠ってるみたいだね。エイミー、気をつけて、静かにね。誰も見てないみたいね。待って、エイミー、今にも起きそう。ああ、危なかった。起きてないよね、ケビン。よし、ケビンに思い知らせてやるわ。エイミーは一体何をしたんでしょう。ああ、またソファーで寝ちゃった。ああ、すっきりしたな。学校に行く準備でもするか。ケビン、何かいつもと違わない？あれ、僕寝てる間にネイルサロンにでも行ったっけ。どうなってんの。面白い一日になりそうね、ケビン。エイミーから電話だ。どうやって電話を取ればいいんだ。待ってて、エイミー、今出るから。あ、この爪じゃスワイプすらできないよ。よし、肘を使うか。でも無理か。あー、できた。はっはっは、新しい爪気に入った。エイミーの仕業か。はあ、史上最悪の一日になりそう。この爪は取れそうにないな。諦めて準備しよう。まずは歯磨き粉と、あと少し。拾うのも大変だけど、本当の敵はキャップなんだな。爪が邪魔にならないように指先をキャップに近づけて。あー、ケビン、歯が強いんだね。歯ブラシもちゃんと掴まないと。おー、賢い賢い。あとは歯磨き粉がちゃんとつくまで押し付けるだけ。ってえ、マジか。もういいわ、直接口の中に入れちゃえ。フロスも今日はしない。携帯の操作もやっと慣れてきたみたいだね。ああ、よし、お尻を拭かないと。これくらいでいいかな。問題はここから。ケビン、言い残したことはない？彼のこと誘っちゃおうかな。どうしよう。え、何あれ、やばくない？長い爪は隠せないみたいだね。って、違う違う、チャックが開いてる。今日はついてないね。あー、見られた。面白すぎる。笑われる方は全然楽しくないよ、ヘイミーめ。科学の授業ってなんでこんな難しいの。ノート取らないとなかなか頭に入らないよね。あ、よし、もう一回ペンを持ってみよう。あー、全然無理。口だったら掴めるかな。あら、ケビン、ヒゲが似合うね。はあ、今日はノートを借りるしかなさそうだね。この方程式わかる人、ケビン、どう、解いてみる？僕、まあいいけど。チョコをください。そんなジロジロ見なくても爪が長いって気づいてるよ。しょうがない子ね。はい、ケビンに集中して。あー、待って、爪が、あー、やめて、もう耐えられない。耳が出血してる気分。痛い、マジでもうやめて。ああ、ごめん、気づかなかった。どうにかしてこの爪を取らなきゃ。ああ、それじゃ間違いなく取れないわね。そんな必死に磨いても意味ないわよ。気をつけて、指まで切っちゃいそう。この爪何でできてるの？チタンか何か？早く一日が終わってくれ。
長い爪は確かに痛いけど、お手入れをしながらリラックスしたり噂話するのは楽しいですよね。なんか背中が痒い。このヤスリじゃ物足りないわ。あ、いいこと思いついた。ねえ、公園に行かない？あの、何してるの？そこそこ気持ちいい。あ、エイミー、お二人ともごゆっくり。これはさすがに気まずい。しばらく離さないでいよう。やっとランチの時間だわ。もう1時か。ケビンはどこかな？あ、来た来た。遅れてごめん。散々な1日でさ。今度は缶を開ける試練か。そんなに難しくないはず。あ、爪が折れちゃった。見た目が悪すぎる。うわー、それはやばそう。長い爪で缶ジュース開けちゃいけないって知らなかった？今すぐサロンに行った方が良さそうですね。まあ、新鮮で美味しいお寿司があるからよしとするか。うん、美味しそう。パクパクとお寿司を食べるエイミー。比べてケビンはこんな感じ。ダメだ、フォークとかないかな。お箸を持つことすらできない。食べれないよ。いや、ちょっと待てよ。答えは目の前にあった。いただき。噛んでも刺しても目的は一緒。さっさとお寿司を口に入れる。次のお寿司も準備 OK。 この爪案外いいかも。こんな簡単に自分専用のお箸が手に入るなんてね。わーお、早食いしすぎなんじゃない？あ、ケビン、それ本当にやる必要ある？爪の下だいぶ汚そうだよ。学校も無事終了。お家に帰るところだね。って危ない。最初からバスに乗って帰ればよかったのに。僕は平気だよ。靴紐を結び直して。ケビン、大丈夫？手を貸そうか？あー、もういい。靴紐を隠しちゃおう。よし、帰ろう。あらあら、寝る前のインスタグラムチェック。あ、今の雷見た？急いで電気消さなきゃ。目をつぶって収まることを願おう。怖いよ。あ、エイミー、目を開けて。部屋に誰か、なんかいるよ。あれは何？お願いだから傷つけないで。電気のスイッチはどこ？ あった。一体誰？姿を見せなさい。やあ、なんだ、ケビンか。怪獣かと思ったじゃん。なーに、なんかよ。おう、お願いだからこの爪取って。あ、いった、めっちゃ痛いんですけど。もっと優しくして。皮膚が剥がれちゃうよ。あー、僕の爪ちゃん、一生会えないかと思った。子育てって難しいよね。毎日いろいろあるしね。でもお助けできるアイディアをたくさん用意しました。あなたのお気に入りは何でしたか？下のコメントで教えてください。動画のお友達との共有と新着動画を見逃さないようにチャンネル登録もよろしくね。